アルバム「ジャンクション」に収録されている曲「愛の兆し」についてちょっと述べてみようと思います。この曲は、夏の夕暮れから夜、そして次の朝までの時間をずっと歌った曲なんですよね。で、普通の日本の今までの歌っていうと1番があって2番があって3番っていう具合に続いているんですけど、これはそういったことがなくて、本当にただ単に雨が止んで、夕暮れ雨が止んで、そして夜になって、で朝になるという時間の流れをただ追っているだけのストーリーなんですよね。で、すごいと思ったのは、その単にその情景描写を時間の経過とともに移り変わっていく情景描写を綴っているだけでなく、それが自体が、まあ、この歌の主人公というか、話の元私ですねの心理描写にも、リンクしているというところですね。例えば最初雨は走り去りということで、何か雨ということで何か多分その相手と何かいさかいがあっていざこざがあったというようなことが終わって、それからだんだん町の音が聞こえてくる、つまりだんだん平静に戻っていって、でだんだん夜が来て、いろいろ一日のことが反省されて、で朝になってもう新しい気持ちになって、やっぱり私にはこの人がとても重要でずっといてほしいっていう感じの、気持ちの変化が時とともに変わっていく、それが本当に夕方から夜、そして朝という時間の経過とともになんかリンクしてるっていう感じで、それを非常にうまく、表現している曲だと思いました。例えば一番最初の、日暮らしの泣くところから始まるんですけど、これによって、これが、夏の、終わり頃のことなんだなっていう季節感も、音で表していますしね。で、本当にゆっくりと時間が変わっていって、本当に朝が来て、やっぱり自分の愛を再確認するという感じで、その感じもなんか朝とともに新しい一日が始まるわけで、心も洗われて、もう一度私は、この人をずっと愛していこうっていう感じの心の流れがうまくとても表現されていると思いました。愛の兆しは、YouTube にアップロードされていますので、下の概要欄のところにリンクを貼っておきます。ぜひ聴いてみてください。じゃあ今回はこれで。